こちらはネクスコ東日本です。午後5時30分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに中央環状線内回りの情報です。3号渋谷線三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて6号三郷線上り方向の情報です。小菅ジャンクションを先頭に西を南まで3キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き常磐道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。流山インターを先頭に18キロほど交通集中のため渋滞しています。ハイウェイラジオ東北道蓮田よりお伝えしました。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本。